はい、70キロ超えアラサーハワイアンパンケーキゴリラです。今日の服装はハワイアンを意識していました。ちょっと今から急遽ちょっと習い事終わって、富山県まで遊びに行きます。家族で太閤山ランドへ行っていきたいと思います。今日のお昼はコンビニ弁当なんですよね。あ、俺はモラハラだから。どういうところがモラハラだと思います？いやんわ、女もコメントで教えてくれ、どこがモラハラなんだ。うるせえな、2日目のご飯食べれんとか、それちょっとわがままなところ、あ、モラハラを感じる、モラハラの影を感じる。何がモラハラだ、うるせえな。もうバッドボーイズの、あ、子供おったでしょ、新しい DIY の人ね。 DIY の人、この人がまた新しく動画上げて、はい、挑戦でしたと、ね、そのなんかカメラマンの人が、反省してますかって、うるせえよっつって、こんなん俺の勝手やっつって、他人がこれでお茶言う必要性はねえっつって。あの人は人気だから。俺も大人気。おめえに迷惑かけてねえだろって話だろ。これでうっせえわ。キャベツ太郎と思う。キャベツ太郎も妊娠中ですかって書かれてたね。いや、俺がキャベツ太郎じゃない。俺はキャベツ太郎じゃない。60くらいなんじゃないかな。今は83キロか4キロくらいある。あなた80キロ超えてるんです。で、このわさびマヨネーズ食べます。いきなりこんなサングラスをつけて飛んでます。ボクちゃんは力尽きて抱っこになりました。熱いね。すいません。無理だった。あ、俺寝ちゃうやん。伸ばして。まず一歩しかない。こんな感じです。かわいい。ちょっと待って。